9月25日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース、予想上位はナユタ。目標タイムは1分 3.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列2レース、予想上位はビトーリア・ヘイザ。目標タイムは1分 3.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列3レース、予想上位はブリッツクリック。目標タイムは1分 43.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列4レース、予想上位はアパンヤ。目標タイムは1分 15.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列5レース、予想上位はガルニエ。目標タイムは1分 16.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列6レース、予想上位はキングミニスター。目標タイムは1分 51.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列7レース、予想上位はウナトライオン。目標タイムは1分 2.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列8レース、予想上位はラブミーエール。目標タイムは1分 16.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列9レース、予想上位は4ピク。目標タイムは1分 1.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列10レース、予想上位は竜の真空波。目標タイムは1分 2.2 秒です。荒れる傾向が強いです。門列11レース、予想上位はグレートフリオーソ。目標タイムは1分 56.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列12レース、予想上位はスワープアラミス。目標タイムは1分 47.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋1レース、予想上位はデルマルドラ。目標タイムは1分 16.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋2レース、予想上位はジーグフェルド。目標タイムは1分 16.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋3レース、予想上位はグローリアスフィル。目標タイムは1分 39.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋4レース、予想上位はピーチブロッサム。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋5レース、予想上位はラセーヌシュメール。目標タイムは1分 15.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋6レース、予想上位は鳳凰ヴィーナス。目標タイムは1分 15.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋7レース、予想上位はマーシャン。目標タイムは1分 37.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋8レース、予想上位はレインボーポラリス。目標タイムは1分 2.0 秒です。荒れる傾向が強いです。船橋9レース、予想上位はサンマルシップ。目標タイムは1分 14.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋10レース、予想上位はゲンパチルミナス。目標タイムは1分 43.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋11レース、予想上位は牛馬テソウロ。目標タイムは1分 15.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋12レース、予想上位はスリアンボス。目標タイムは2分 25.2 秒です。
そこそこ荒れるレースになりそうです。笠松1レース、予想上位は徳氏オーディン。目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松2レース、予想上位はゴールウェイガール。目標タイムは1分 29.9 秒です。硬いレースになりそうです。笠松3レース、予想上位はキープライジング。目標タイムは1分 30.4 秒です。硬いレースになりそうです。笠松4レース、予想上位はミヤビハイジア。目標タイムは1分 29.6 秒です。硬いレースになりそうです。笠松5レース、予想上位はザ・スター・オブ・チグサ。目標タイムは1分 31.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松6レース、予想上位はセブンスリーローズ。目標タイムは1分 29.3 秒です。硬いレースになりそうです。笠松7レース、予想上位はレッドコーラル。目標タイムは0分 52.1 秒です。硬いレースになりそうです。笠松8レース、予想上位は勝野3級。目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松9レース、予想上位はカズピレウス。目標タイムは1分 43.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松10レース、予想上位はチームケミストリー。目標タイムは1分 29.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田1レース、予想上位はラブキー席。目標タイムは1分 35.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田2レース、予想上位はクリノチャンプ。目標タイムは1分 34.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田3レース、予想上位はファインプリンセス。目標タイムは1分 33.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース、予想上位はクリムゾンレッド。目標タイムは1分 32.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田5レース、予想上位はサンファウンテン。目標タイムは0分 50.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田6レース、予想上位はエイシーソル。目標タイムは1分 56.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田7レース、予想上位はレイム。目標タイムは1分 31.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田8レース、予想上位はベラジオプライド。目標タイムは1分 31.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田9レース、予想上位はエコルクラージュ。目標タイムは1分 19.9 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。園田10レース、予想上位は2年 E 組。目標タイムは0分 50.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田11レース、予想上位はレビアタン。目標タイムは1分 30.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田12レース、予想上位はヘイスト。目標タイムは0分 50.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。オルちゃん、グレイスショコラ、ラスターカノン、サンデーダイヤ、ジェイバディ、テイルスピナー、フークタオユエン、コンジェラメント、ハニーディライト、ウナトライオン、アースウルフ、
スゾーリーブ、ジャスパーさん、ライプトラオム、それ、リアルミー、宣言トップ、グレートフリオーソ、北光雷電、フライオールデイズ、ロアー、ジーグフェルド、ブルートルマリン、クリスタルローレル、エンチャント、ピーチブロッサム、レインボーポラリス、ビービービルダー、コパのオースティン、テナシャスバイオー、夜の帝王、ウッシウバテソウロ、何はさておき、ギガキング、シンコーマーちゃん、北のレガーロ、グラスファイン、エクレールブリアン、フレンド教、シュガーフリー、ラブーシカ、グラス、モーニングフジ、タイセイラファーガ、カズキレウス、エイシンシンクロ、グライトクラウン、リパーカッション、レディーディーバ、ジュンクエスト、コスモユニック、ホーオーシーダー、ピロコギガマックス、ジンチョウゲー、レイム、キュールエカシス、エコロクラージュ、二年 E 組、ラスルオブツリーズ、ブチチエー、プリズムムーン、エイラク、ガレットジョーカー、テイオーステラ、レゼルノワール、ヘイスト、山のギフト、コンチアフタヌーン、ワイルドチリップ、エイリーク、北野ジョンヌ、アルマロベイラ、ウィーンダムセス、テイシャバロー、イカロスカフェ、名称孫市、北サンセレナード、オーデンアクア、オリエンタルマック、マーシャルブルース、ホーオーヴィーナス、エクメディの奇跡、ユズルハ、ヨルデモアーサー、西の王女、スカイロック、アイカプチーノ、キーラーボッケ、トクシーオーディン、コスモラミントン、ゴールウェイガール、ギフテッドリーダー、フェスティグマメ、スマートマナリス、名称セントレ、東方パラダイス、アルスアンティカ、マジョリー、ラブキー席、大腸セブン、セイバンキッシュ、エマニエル、アウルムゼウス、キーオブハート、ガミラスソロモン、ブラスター、サウンドヒーロー、アスゼナ、オフショアガール、ドゥグラン、フライウィズミー、アトムベローチェ、サイレンスホープ、クリノアグレッシブ、ミスナンナ、エチゴノオタゲ、ラビットヘア、クールファイブ、スリアンボス、森のリオン、ウィーブヒストリー、日本ピロクリフ、三日月、マクラガレーニュ、ソーシュラリクリ、コンジャンクション、ヒナタレディ、ナユタ、モーニングボタン、ソルフェジオ、モーモーブルー、フェルデンジーグ、桜マイウェイ、アムンダー、知性大器、サラーム、アーススカーレット、ガロス、アースインゴ、ニューアルケミー、マドモアゼルハポン、トーケンマコット、ダグフォース、ヤークトボマー、ニシケンボブ、スノーピーコック、フォクシー、ヘマソラール、ターンミュー、ケイズ・エルミー、フッカル、ギャビーズ・メファ、グローリアス・フィル、バジガ・クサフィオ、パレス・ギガント、ポットリヒト、エクメディ・バンブー、セレナ・エフォール、ソラリゼーション、ウマデス・ガナニカ、マニエ・ジェニー、マーシャン、プレスト・スター、ヘイ・チャンプ、ピンク・プラム、ハーモニー・アルゴル、白山門中、サンマルシップ、バルーンアート、ゲンパチルミナス、ウィリアム・バローズ、ホーオートゥルース、キャッスルトップ、デルマ・ソトガケ、名称ハリオ、西野・シャイニング、北岳、ノーモア・ワーズ、ラップランド、ブッシュド・ノエル、タエセイ・マーシャル、オルマジェス、
エンツォ、シェリングフォード、ジノポネラ、名称男夏、ベアーズレター、ドントレッドゴー、ラムボール、スーちゃん、アルティマダンサー、タイガーチープ、サクラトップグッド、ヒルのグラス王、ムーンローバー、ゼンダンクラージュ、名称九段、超びっくり、クリスバーグ、ココリバルキリー、ナムラハカ、メルクーア、バックシュート、名称アレス、アウローラシエル、キャンアイシング、ディムッター、チェリーロマンス、プロミット、ニースライト、アグネスリュー、ダイゴリュージン、ブルレスカ、ユナクレバー、ダンスデミルリトン、ウポポイ、モーショー、キタノベルモント、ドラタイザン、ストロベリーキラー、ヒョンニム、白山織姫、リベルティーヌ、モカラエース、チャーミーアイズ、ユーアンメリー、バリウィール、ビービーピケット、パトリオットゲーム、ラブオータ、ゴールデンスイープ、ウィズアットダンス、フィティアンガ、ザスターオブチグサ、名称一新、ボブテイル、エコロゴールド、レディペガサス、ミカちゃん、ダイヤモンドダスト、フークミオーリー、ヘブンズクライ、レーサルシュート、ビルブラックヒル、四服、後にも先にも、ペプチドアーニャ、シークレットロゴ、キラリメイラード、マルヒロナイト、フェスティブカレン、ビービーラフター、ビトウンモ、湘南マナ、ディーレジェンド、ゴールドハヤー、マイネルヘリテージ、デルタント、北戦キングオー、レッドコーラル、チームケミストリー、ピーチクパーチク、オメガプランタン、レビアタン、モンシャトール、ショコラブレッド、バグリーダッシュ、ヨロシオスナ、パッションクライ、ジェネシスミザール、レーシン、ワンモアエフォート、ラタビック、ポッドロイ。門別第一レース、さ、舞台は整いました。スタートが切られました。3番モーニングボタンが早速先頭を取る。2番手は5番山のギフト、12番ワイルドチュリップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番モーニングボタン。その後には5番山のギフトと12番ワイルドチュリップが続きます。9番サファイアゴールドが追い上げてくる。先頭か。9番サファイアゴールドが1着見事。続くは3番、5番、8番か。門別第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは8番エイリークが好スタートを切った。並ぶように6番ベルトも、4番フラワーステラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番エイリーク。その後には2番ミトーリアヘイザと4番フラワーステラが続きます。2番ミトーリアヘイザが追い上げてくる、先頭か。2番ミトーリアヘイザがゴールイン。続くは12番、7番、8番か。門別第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは11番ブリッツクリークが先頭に立ちます。2番手は8番スレイクナ、6番アムーラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ブリッツクリーク。その後には9番ウィンラムセスと6番アムーラーが続きます。11番ブリッツクリークそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番ブリッツクリークが1着見事。続くは7番、9番、6番。門別第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。5番ホーオブバラードが前に行きます。2番手は7番アバンエア、9番ポリコンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アバンエア、その後には5番ホーオブバラードと2番シセイダイキが続きます。7番アバンエアそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番アバンエアがゴールイン。続くは2番、9番、5番か。門別第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは2番ヘンデル。2番ヘンデルの背後には8番ベイサルシュート、7番アナベルアングリーか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ベイサルシュート、その後には7番アナベル・アンヌリーと2番ヘンデルが続きます。3番ガルニエが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ガルニエが1着見事。続くは6番、5番、4番か。門別第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは6番クリムゾンジュエルが先頭に立ちます。6番クリムゾンジュエルの背後には8番バリウィール、2番ガロスカック。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番バリウィール、その後には2番ガロスと1番キングミニスターが続きます。1番キングミニスターが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番キングミニスターが1着見事。続くは8番、3番、5番。門別第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは8番フルブーストが先頭に立ちます。並ぶように6番ハニーディライト、7番 BB ピケットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フルブースト、その後には7番 BB ピケットと6番ハニーディライトが続きます。10番ウナトライオンが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番ウナトライオンがゴールイン。続くは7番、5番、9番か。門別第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。4番シュタイフブリーゼが早速先頭を取る。並ぶように6番ラブミエール、8番スズオリーブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番シュタイフブリーゼ、その後には6番ラブミエールと8番スズオリーブが続きます。6番ラブミエールが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ラブミエールが1着見事。続くは5番、7番、8番か。門別第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは5番マドモアゼルハポン。後を追うのは11番後にも先にも6番ユーのワンワンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番マドモアゼルハポン。その後には11番後にも先にもと10番四福が続きます。10番四福が後ろから追ってくる、先頭か。10番四福が1着見事。続くは4番、8番、11番か。門別第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。7番キラリ・メイラードが早速先頭を取る。後を追うのは1番スペースアギと10番リュウの真空派か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スペースアギと、その後には7番キラリ・メイラードと10番リュウの真空派が続きます。11番をそれが後ろから追ってくる、追い抜くか。11番をそれが1着見事。続くは12番、10番、9番く。門別第11レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは10番通海の絆が先頭に立ちます。10番通海の絆の背後には2番リアルミ、6番グレートフリオーソか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番通海の絆、その後には2番リアルミと6番グレートフリオーソが続きます。2番リアルミが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番リアルミがゴールイン。続くは8番、4番。門別第12レース、各馬、揃って、さあ、スタートです。10番フライオールデイズが早速先頭を取る。並ぶように5番パッションクライ、6番グリントビートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番西ケンボブ。その後には5番パッションクライと6番グリントビートが続きます。4番スワフアラミスが先頭に立つか。先頭か。4番スワフアラミスが1着見事。続くは8番、1番、6番か。船橋第1レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは9番ストロベリーキラー。9番ストロベリーキラーの背後には6番フェスティブカレン、12番ヘマソラールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ストロベリーキラー。その後には6番フェスティブカレンと12番ヘマソラールが続きます。8番デルマルドラが追い上げてくる、先頭か。8番デルマルドラが1着見事。続くは6番、2番、9番。船橋第2レース、各馬、揃って、スタートを切りました。先頭を走るは8番オリエンタルマック。その後ろには4番ヒョンニム、3番ケイズエルミーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番オリエンタルマック。その後には4番ヒョンニムと6番ジークフェルドが続きます。6番ジークフェルドが追い上げてくる、追い抜くか。6番ジークフェルドが1着見事。続くは8番、4番、7番か。
船橋第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは1番グローリアスフィル。後を追うのは8番エンチャント、3番バジガクサフィオカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番グローリアスフィル。その後には3番バジガクサフィオと8番エンチャントが続きます。3番バジガクサフィオが後ろから追ってくる。先頭か。3番バジガクサフィオがゴールイン。続くは1番、4番、6番か。船橋第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは6番ピーチブロッサムが好スタートを切った。6番ピーチブロッサムの背後には5番キモムルと2番ポットリヒトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ピーチブロッサム。その後には2番ポットリヒトと1番パトリオットゲームが続きます。6番ピーチブロッサムそのまま独走か。独走か。6番ピーチブロッサムが1着見事。続くは3番、7番。船橋第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは7番ジェネシスミザール。後を追うのは11番ラセーヌシュメール、12番ウマデスガナにかか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ラセーヌシュメール。その後には7番ジェネシスミザールと3番セレナエフォールが続きます。11番ラセーヌシュメールそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番ラセーヌシュメールが1着見事。続くは4番、3番。船橋第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは1番ウィズアットダンスが好スタートを切った。後を追うのは2番ホウオウビーナス、9番レイシンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ウィズアットダンス。その後には2番ホウオウビーナスと9番レイシンが続きます。2番ホウオウビーナスが追い上げてくる。先頭か。2番ホウオウビーナスが1着見事。続くは9番、8番、6番か。船橋第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは2番ローズパイが先頭に立ちます。その後ろには4番ユズルハ、5番ヘイチャンプか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ローズパイ。その後には4番ユズルハと5番ヘイチャンプが続きます。1番マーシャンが先頭に立つか、追い抜くか。1番マーシャンがゴールイン。続くは5番、7番、2番か。船橋第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは6番ショコラブレッド。その後ろには12番ディーレジェンド、10番白山モンチカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ショコラブレッド。その後には10番白山モンチと12番ディーレジェンドが続きます。4番レインボーポラリスが先頭に立つか、追い抜くか。4番レインボーポラリスがゴールイン。続くは10番、12番、6番か。船橋第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは1番サンマルシップ。並ぶように10番アイカプチーノ、9番クアトロフォンテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番サンマルシップ。その後には9番クアトロフォンテと10番アイカプチーノが続きます。9番クアトロフォンテが後ろから追ってくる、追い抜くか。9番クアトロフォンテが1着見事。続くは1番、8番、5番か。船橋第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。10番ジェントルタッチが前に行きます。2番手は5番キーラーゴーヘ、1番夜の帝王か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ジェントルタッチ。その後には5番キーラーゴーヘと9番ゲンパチルミナスが続きます。6番バルーンアートが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番バルーンアートがゴールイン。続くは10番、9番、8番か。船橋第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。2番ウィリアム・バローズが前に行きます。2番ウィリアム・バローズの背後には7番デルマ・ソトガケ、13番メイショー・ハリオカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番メイショー・ハリオ。その後には2番ウィリアム・バローズと11番ギガ・キングが続きます。1番ソルト・ゴールドが追い上げてくる、追い抜くか。1番ソルト・ゴールドがゴールイン。続くは12番、9番。船橋第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。6番のモアワーズが前に行きます。並ぶように4番、マルアインオアシス、1番ベルタントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番、マルアインオアシス。その後には1番ベルタントと7番、スリアンボスが続きます。
一番ベルタントが追い上げてくる、追い抜くか。一番ベルタントが一着見事。続くは7番、4番、9番か。笠松第一レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番コスモラミントンが先頭に立ちます。その後ろには2番リベルティーヌ、3番トクシーオーピンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番トクシーオーディン。その後には5番大勢マーシャルと6番コスモラミントンが続きます。3番トクシーオーディンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番トクシーオーディンが1着見事。続くは5番、1番。笠松第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。3番グラスファインが前に行きます。並ぶように7番ゴールエイガール、2番オールマジェスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ゴールエイガール。その後には3番グラスファインと4番エンツォが続きます。4番エンツォが追い上げてくる、追い抜くか。4番エンツォが1着見事。続くは7番、3番、2番か。笠松第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番キープライジング。2番手は3番サイキオブサイコ、1番雪の降る街か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番キープライジング。その後には3番サイキオブサイコと6番スマートマナリスが続きます。2番キープライジングそのまま独走か、独走か。2番キープライジングが1着見事。続くは6番、4番、3番か。笠松第4レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは3番ミヤビハイジアが好スタートを切った。2番手は6番名勝とこなつ、5番レッツゴーヒカリか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ミヤビハイジア、その後には5番レッツゴーヒカリと7番森のリオンが続きます。3番ミヤビハイジアそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番ミヤビハイジアがゴールイン。続くは5番、7番、4番か。笠松第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは1番マルヨクレハ。1番マルヨクレハの背後には7番ウィグヒストリ、3番エクレールブリアンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ウィグヒストリ、その後には1番マルヨクレハと5番ザスターオブチグサが続きます。5番ザスターオブチグサが先頭に立つか、追い抜くか。5番ザスターオブチグサが1着見事。続くは9番、7番。笠松第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。3番ラブーシュカが前に行きます。2番手は1番セブンスリーローズ、4番グラスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番セブンスリーローズ、その後には6番ドントレッドゴーと4番グラスが続きます。1番セブンスリーローズそのまま独走か、独走か。1番セブンスリーローズが1着見事。続くは6番、4番、2番か。笠松第7レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは3番レッドコーラルが先頭に立ちます。その後ろには2番名勝セントレ、5番東方パラダイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レッドコーラル。その後には2番名勝セントレと1番ハニーメモリーが続きます。5番東方パラダイスが先頭に立つか、先頭か。5番東方パラダイスがゴールイン。続くは3番、4番、2番。笠松第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは2番勝の3球が先頭に立ちます。並ぶように7番アルティマダンサ、5番デルレイビーチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番勝の3球、その後には7番アルティマダンサーと4番スーちゃんが続きます。2番勝の3球そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番勝の3球が1着見事。続くは7番、4番、1番か。笠松第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。8番カズピレスが前に行きます。並ぶように5番フルー、6番マジョリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番カズピレス。その後には7番ヒルのグラスゴーと1番日本ピロクリフが続きます。7番ヒルのグラスゴーが先頭に立つか、先頭か。7番ヒルのグラスゴーが1着見事。続くは8番、1番、5番か。笠松第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。6番マルヨニキーヤが早速先頭を取る。
2番手は7番三日月、5番チームケミストリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マルヨニキーヤ、その後には5番チームケミストリーと7番三日月が続きます。7番三日月が追い上げてくる、先頭か。7番三日月がゴールイン。続くは5番、1番、4番か。園田第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは9番大長セブンが先頭に立ちます。並ぶように7番ニューアンキンゾ、6番チャイムクラウンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番大長セブン。その後には8番ラブキー席と5番リパーカッションが続きます。8番ラブキー席が追い上げてくる、先頭か。8番ラブキー席が1着見事。続くは9番、5番、3番か。園田第2レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは3番クリノチャンプが好スタートを切った。その後ろには2番名勝一心、4番セイバンキッシュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番クリノチャンプ。その後には2番名勝一心と4番セイバンキッシュが続きます。3番クリノチャンプそのまま独走か。独走か。3番クリノチャンプがゴールイン。続くは2番、1番、6番か。園田第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。5番モーサンプリーモが前に行きます。その後ろには8番メルクーは、9番ファインプリンセスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番モーサンプリーモ。その後には8番メルクーはと9番ファインプリンセスが続きます。9番ファインプリンセスが追い上げてくる、先頭か。9番ファインプリンセスがゴールイン。続くは10番、5番、8番か。園田第4レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。7番キャンワイシングが前に行きます。その後ろには1番ピーチクパーチク、6番アウローラシエルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番キャンワイシング、その後には1番ピーチクパーチクと10番クリムゾンレッドが続きます。10番クリムゾンレッドが先頭に立つか、追い抜くか。10番クリムゾンレッドがゴールイン。続くは3番、7番、6番か。園田第5レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。7番マクラガレーヌが早速先頭を取る。その後ろには1番キーオブハート、5番サンファウンテンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番レディーペガサス。その後には7番マクラガレーヌと1番キーオブハートが続きます。3番オメガプランタンが先頭に立つか、先頭か。3番オメガプランタンが1着見事。続くは5番、8番、1番か。園田第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。9番ジンチョウゲが早速先頭を取る。後を追うのは4番ブラスター、8番サトノロアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エイシンソル。その後には4番ブラスターと8番サトノロアが続きます。7番ソーシュラリクリが先頭に立つか、追い抜くか。7番ソーシュラリクリが1着見事。続くは5番、8番、3番か。園田第7レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは8番プロバブルチェンジが好スタートを切った。並ぶように9番レイム、1番サウンドヒーローか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レオナルドスター。その後には9番レイムと6番マスセナが続きます。9番レイムが追い上げてくる、追い抜くか。9番レイムがゴールイン。続くは2番、6番、3番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは6番ベラジオプライドが好スタートを切った。後を追うのは2番アグネスリュー、10番ココラフィネか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ベラジオプライド。その後には2番アグネスリューと1番スマートレイブが続きます。4番第5竜神が後ろから追ってくる、追い抜くか。4番第5竜神が1着見事。続くは1番、6番、2番か。園田第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは5番シュガーフロートが先頭に立ちます。5番シュガーフロートの背後には3番エコロクラージュ、4番モカラエースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エコロクラージュ。その後には5番シュガーフロートと4番モカラエースが続きます。3番エコロクラージュそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番エコロクラージュがゴールイン。
続くは5番、2番。園田第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。5番2年1組が早速先頭を取る。その後ろには9番山一ラブリー、1番もシャトールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番2年1組。その後には1番もシャトールと4番チャーミーアイズが続きます。5番2年1組そのまま逃げ切れるか、独走か。5番2年1組が1着見事。続くは1番、3番、4番か。園田第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは6番プリズムムーンが先頭に立ちます。2番手は7番芝のレイは、3番リベリアスハートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番レビアタン。その後には6番プリズムムーンと2番ムチエイが続きます。1番レビアタンそのまま独走か、逃げ切れるか。1番レビアタンがゴールイン。続くは5番、8番、7番か。園田第12レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは3番ピンクマーベルが好スタートを切った。並ぶように12番エイスと4番ひなたレディーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番エイスと、その後には3番ピンクマーベルと4番ひなたレディーが続きます。4番ひなたレディーが先頭に立つか、追い抜くか。4番ひなたレディーがゴールイン。続くは6番、11番、12番か。